ニスさん、おはようございます。はい、おはようございます。あのね、久しぶりに足伸ばして寝れたわ。トライマグナムさん、おはようございます。おはようございます。さん、おはようございます。おはようございます。あの浄水水器はもうちょっともう雨降ったらもうアウトなんだから、だからもうここの道まで来てるからね、ここの道までもう川の水が来てるから、ほらあのあっこからもうこっちこう来て、ここの道まで来てんのよ。でもうちょっと増えたらもう僕のテントがあっこだから。アキアキさん、そこ増水したらやばいね。そうそう、もうあともう5センチ。謎のおっさんさん、網走なら安い宿あるやろ、軽く入れといたる。マジで、ありがとうございます。安い宿とりあえず今日取る。で今日そこ取って、あの網走刑務所とか観光所か。よし、で今日の予定なんだけど、一応あの宿はね取りました。宿は取って、一泊網走でね。豊さん、一個ちょっと雨やんだ。ちょっとできるだけ早めに、できるだけ早めに、まあ買うまでにね。でいうか今日土曜日だから仕込みできないだろう、楽天じゃないと。はい、鏡鏡鏡収容される時も出所の時も刑務所の外塀に沿って流れる網走川にかかる橋は必ず渡らなせ。顔面に我が身を移し襟を正し、心の赤を脱ぎ落とす目的で岸に渡るようにと話と誰と話に、まあこういうこと、ここのね、橋を渡ります。ほんでね、あの入る時も出る時もね、この橋を渡って行くわけですよ。うわ、で、プレゼント企画があります。テント山へ行くと網走刑務所をすべて眺めることができるよ。え、岩子さん、おはようございます。おはようございます。パッカーム、ポン。プレゼント企画、プレゼント企画です。はい、プレゼント企画、網走刑務所限定の T シャツ。ベストフレンドときちゃんさん、プレゼント T シャツ XL。 ヤンキ激アツハリーさんへ、ほとんど映ってたけどな、最後の方まで。XL T シャツ、ここしか売ってません。とあとクリアファイル、クリアファイル、ベストフレンドときちゃんさん T シャツ、T シャツとクリアファイル、クリアファイルです。クリアファイル、これを4枚買ってます。4枚買ってます。タカラさん、 T シャツ買えたんだ。 T シャツ一応買った、4枚あります。ミートさん、今日振り込めないもん。今日振り込めないもんだから、まあ、月曜日でもいいです、月曜日でもいいです。キちゃんさん、クリアファイルは A4、 多分 A4 だね。 A4、 これはここでしか売ってません。ここでしか売ってないやつを買ってきました。はい、クリアファイル。ミートさん、 T シャツサイズは私 S だよ。 T シャツサイズ、ミート君 S? S が欲しかったら今なら買える。で、ツイッターにあげるからね、ツイッターにあげます。どんな T シャツかっていうのを、まあ、ツイッターにあげるか。そう、網走のやつだから、あ、ツイッター見て、ツイッター見てもらったら分かるんだけど、クリアファイルがこんなやつ、クリアファイルが こんなクリアファイル、うん、あ、でベストフレンドときちゃんさん、謎のときちゃんがあんたにバレるか、T シャツがこんな感じ。ルンさん、把握。うん、T シャツがこんな感じ。これはここでしか売ってないです。
しょうがないだろ。一応ね、今購入しますって言ってくれた方、特別ニューバージョン、このこのね、ニューバージョンのやつもね、これもかっこいいから、うん、これも買ってきた、360円。一応ね、いいのが結構ね、かっこいいと言ったらね、この罪と罰、この罪と罰とかかっこいいだろう。罪と罰、法事屋さん来たらこれすごい似合いそう。罪と罰、あと2万個3仮出張、あと網走刑務所、こうなんとか、これ分散いいね、これとこの雑獄集団、この3枚がここしか売ってない。野田てるさん仮出張、罪と罰買ってきました。はい、これルーンさんね、これルーンさんの、はい、L です、L、はい、ありがとうございます。毎度ありがとう。さっき言ったら何回もありがとうございます言うて、何回もありがとうございます言うて、網走監獄見るにはいいが入っちゃいけねえ、こんなお菓子もらっちゃった。何回もありがとうって。ベストフレンドときちゃんさん、それがいいかな。あのね、郵便局やっぱりお休みだ。お休みだ。よう考えてみたらお休みだ今日はね。腐った卵。僕これから知床行くからね。知床。多分この道をどんどん行けば知床行くんだろうけど、まあ今日は。まあこっちの方でね、お泊まりして。